小見選手のゴールで追いつく形で勝ち点1を手にしました。まずはこの結果をどう捉えているか教えてください。非常にポジティブに捉えてます。90分間で見ると前半は浦和の堅守に苦しめられた印象が強く残っているんですが、監督としては90分通してどう振り返られますか？でも90分通して堅守に苦しめられたという印象はもちろんあります。まあ、ただ、数は少ないかもしれないですけども、そこへのこうアクションであったり、チャンスというかね、そういう部分というのも、まあ、少なからずあったと。こういうゲームではやはりその少ないチャンスをいかにものにできるかというところは、まあ、大事になってくるかなという部分があったんじゃないかな、ではないかなというふうには思います。その少ないチャンスを射止めてくれたのが J1 初ゴールを挙げました小見選手です。彼の評価聞かせてください。いや、もう本当に何ですかね、非常にアグレッシブに、積極的に、やった結果、まあ、なかなか、得点が取れてなかったというのも事実ですけども、やはりこういうところでしっかり取れたことはまた彼の次につながるんではないかなというふうに思います。そして小見選手含め3枚替えで選手交代をした後に風向きが変わったように感じられました。彼らに期待していたこととその手応えいかがでしたか？まあ、そうですね、本当に固い守りの中でもやはり少しスペースであったり、まあ、サイドでの勝負から真ん中を不安定にすることだったり、もちろんその狭いスペースを球種の精度で背後を取っていくという部分というのも、まあ、少し狙いではありましたけども、まあ、結果1点でしたけども取れて、勝ち点1を積み上げられたことは非常に最初に申し上げた通りポジティブに捉えています。次節は少し時間を空けてアウェーでガンバ大阪との対戦になります。ここに向けてはどんな準備で臨みますか？そうですね、時間がありますのでしっかりとこれまでの我々のもちろんいいところはやはりしっかり伸ばして、さらにいいものにやっぱり磨きをかけていくということは、まあ、日頃からずっとやってますし、まあ、加えてやはりまだ課題でもあるという部分というのも多くあるので、まあ、そういうところにしっかりとみんなの目を揃えていきたいなというふうに思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。